黒川真い黒川真い明治39年8月29日は、江戸時代、明治時代の国学者、家人、東京帝国大学教授。陽名は柿津、ツ、名は艦長、号は小木人氏。上野国紀流新町にて代々企業を営む、金子家の父、吉右衛門春則と、母、類の子として生まれる。天保十二年、十二歳で、江戸の国学者である、 黒川春村に支持し、国文、国語、音音音和歌などを学び、慶応二年、春村の遺言により、養子として黒川家を継ぐ。明治二年に大学校中助教となり、明治四年に文部県大助教に任ぜられる。文部省で五位の編さが企てられ、木村雅子と横山吉清、岡本康隆、小中村清則、 坂木原義野、花は忠蔵と三角。後の辞書編纂の基礎を作る。明治6年、文部省雇いになり私略編集を命ぜられ、私略交渉3巻を編集、ローマ字での国語綴り集権務を命ぜられる。ウィーン万国博覧会、出品差出金受け書添付の出品規定においては、英語のファインアートを美術と翻訳している。明治8年、 元老院権対象規制に任ぜられ、横山義清と三州語形図、後位継承編の編纂に従事する。また、森有りの英語を国語として採用する論を通列に批判する言語文字改革の説の弁を、洋々社団第2号に発表し、日本語を守った立役者となった。明治10年、内務省に転じて、仏国博覧会出品事務取扱いを命ぜられる。 この年に開催された内国官業博覧会の際に名誉、進歩、友好、名義、共産党に用いる勝敗の原型を作り、博物局の命で工芸資料七巻を編纂する。明治12年、東京大学法学部文学部講師を嘱託され、日本古代法律及び和文学を担当。明治14年、第2回内国官業博覧会審査官等を命ぜられる。 博物局が内務省から、農商務省に移管されたため、農商務省純相任、雇用係、博物局事務取扱いとなり、東京学士会員会員に任命された。明治19年、区内省大田係より度を拝命。明治20年、東京学士会員により、小獣園の編纂委員を職卓、農商務省の依頼で、大日本農師を編纂する。 明治21年区内省を歌書よりうどにつき、文学博士の学位を授けられる。明治22年から、東京美術学校教諭、帝国博物館学芸委員、臨時全国宝物取り調べ係として、帝国博物館歴史部兼美術工芸部勤務となる。同時に、皇天高級書、国学院大学でも、教鞭を取る。明治23年。 第3回内国官業博覧会審査官を拝命、東京美術学校教授に任せられ、歴史、和文、近郊、執行士等の授業を担当する。明治24年、東京音楽学校教授兼任となり、祝日祭日歌詞及び学府審査員を命ぜられ、店長説方祝の昇華を作し、明治25年、宮内庁より、焦僧委員御物整理係を命ぜられ、 また臨時博覧会事務局監査官となる明治26年、帝国大学文科大学教授に就任。明治32年に再発した中部のため寄居の自由を失ったことから、明治35年にすべての公職から退き、直視をもって東京帝国大学名誉教授を授けられた。明治39年8月29日死去。歴史、文学、美術、 工芸など幅広く研究を行い、それらに関係する著書は数多い。この振動によって黒川迷里全集が編纂され、黒川迷里伝も編まれた。19世紀末から半世紀にわたって論争された法隆寺再建非再建論争では、天時9年4月に創建法隆寺は消防し、現在の祭院伽乱は和道年間に再建したものという説を唱えた。 なお、春村、より、神道三代の蔵書が、科学書を中心に3387冊が、ノートルダム清新女子大学に、物語、随筆関係2286冊が、実践女子大学に、神道関係704冊が国学院大学に、仏教関係500部が、日本大学に、それぞれ、黒川文庫として所蔵されており、他機関にも分散している。 奈良時代の遺憾測体姿を模倣した東京美術学校の制服黒川は岡倉天心からの依頼で当時教授をしていた東京美術学校の開設時の制服を明治23年に制定された裁判所で用いる報復を考案した。これらの制服は聖徳太子像より交渉した古代漢服風の冠無理と血的法からなっており当時としても異様なものであった。そのため 黒川が裁判所に事件の証人として召喚された際には、定々に判事と間違えられたという逸話もある。中川和正全文集第10巻、P100、中央講論者、吉田澄夫、明治以降国語問題論集 P617、風間書房。資料日本英学誌、P25、大衆館書店、川住鉄を、 英語教育論争史、第2巻。大衆館書店。NDLJP、95万7995近代に、イメージされた、奈良町復職東京美術学校の制服、裁判所の報復、京都市美術工芸学校の制服、奈良女子高等師範学校教官の職服を例に、岩崎雅美、古代日本と、東アジア世界、2005年12月27日、行部。 P205 から206行部、P207 から208、穂積の節放送屋は22章、報復の制定行部、P205、206、208、黒川藩士通俗教育研究会、P235 から237、官報第150号、除人1883年12月26日、官報第2550号、除人及び、 事例1891年12月28日。漢方第4113号、序任及び、事例1897年3月23日。漢方第4675号、序任及び、事例1899年2月3日。漢方第3152号、序任及び、事例1893年12月29日。 漢方第4675号、除人及び、事例1899年2月3日。漢方第6954号、除人及び、事例1906年9月1日。ありがとうございます。